釣りの思い出を言います。関西川で深瀬釣りの印がこれ風でパーッと飛んじゃいますから、これは使わん方がいいです。それから、豊橋港ででかいスズキがスクリューに巻くまでやられて浮いてきたんでね、それ飛び込んで赤字にして釣り具屋持ってて自慢しようと思ったんですけどやめたね。あれはね、上がるとこないからね。で大館町の釣り具屋で灯台周りとか肺岸とかあってんで、でルアーでやって70センチのスズキが釣れる写真もあるのに、お客さんたちもそれ行ったら、で小人ヶ浜でやったら昆布ばっか釣れます。昆布ばっかで、前坂洋館でメゴチばっか釣れたんだけど、ある日マゴチが釣れて、でかいこの宇宙戦艦ヤマトみたいなマゴチを釣ったんですけど、で荒井駅の夜だったもんで、もう夜になったもんで、荒井駅で明かりで写真撮って写るんです。で富士カラーの懐かしい写るんです、写真撮って、証拠写真撮って、でその近くのとこで話したら、今度は細長いな、お菊さんみたいなね、昆布のなんか 草でね、なかなか下に沈んでいかなかったの。まあ大丈夫かなと。ここからね、これ第一弾。